私からの忠告よ。お久しぶりです。うぷ主のクエストドラゴンです。1週間に1回動画投稿していた時期はまあまあゲーム起動してましたが、あまり投稿しなくなってからはゲーム起動する頻度ががっつりと減ったなぁ。と実感しています。ま、それでも割とレミリアイジリの新曲は忘れてなかったりするので、久しぶりにやっていきます。言っておきますが、お嬢様をいじれるのは私だけですからね。私そういう趣味ないんで別に平気です。そうそう、ちょうどいいのでちょっと私の話聞いてくれません。唐突だね。まああまり長くなければ。エルゲルでお嬢様のリアクションを管理しているのですが、セル結合してるとフィルターつけた時に最初の1秒しか表示してくれなくなるみたいです。セル結合って見た目を揃える分には構わないのですが、エクセルの機能を使うとかえって足でまといになりますね。これ、投手のリアクションをわざわざ表計算ソフトで管理してるとか、マニアか？だったら何ですか？認めちゃったよ。お久しぶりです。うぷ主の投稿頻度は下がって視聴者様からの好感度が下がっても私のお嬢様に対する好感度は上がりまくりです。いざよい昨夜です。投稿頻度が下がったからって視聴者さんからの好感度は下がっていません。クエストドラゴンです。さて、じゃあほんと久しぶりですがやっていきましょうか。割とこのシリーズ衰えませんね。メイドが最高すぎて皆さん気になるんでしょうね。やだそんな。最高なメイドだなんて。わら。んなこと言っとらんわ。では完璧な私がお嬢様の夕飯を準備いたしましょうか。釣れ方が完璧なだけだわ。さて、前回何か使わずに残った食材ってありましたっけ？一応私が稼いだお金買い出しに使われては買った食材即消費してるんだから何も残ってないでしょ。なるほど、やはり何も残っていませんでしたか。それでは買いに行きましょうと思いましたがお金がありません。さあ、稼ぎなさいドレイ。私は客の設定じゃなかったの？ま、半分これマンネリ化してるんで私が稼ぐシーンから始まることは大体わかってましたけどね。ま、うぷ主はミニゲーム制覇してます。全然だわ。PC 画面ずらしたフォームのせいにしないでください。てか昨夜ってハイスコア更新しないと喜ばないじゃん。それでも1000円以上稼げていればそこそこ喜んであげているじゃないですか。なんか腹立つなぁ。さて、もう一回何か仕事してもらいましょうか。クラッシュ計測ですね。見どころないのでカットですね。あ、決めつけられたし。うぷ主、あとちょっとスピード上げてもらえませんかね。いや、無茶言わないでよ。マウスで選んでるんだし、それに毎回数字の位置も変わるからレミリアをカウントするのもそうだけど数字の位置も探さなきゃいけないってことで割と時間取られるんだよ。数字の位置固定だったらまた違ったかもしれないけどさ。あと少し上げるだけでいいんですよ。そうすればハイスコアに届きます。それがむずいって言うとるやろ。まあ、慣れにかけますか。時間が解決してくれるでしょうから。やめなぜ？お、伝説のシリーズの始まりですね。これが、あのシリーズの始まりだった。さて、行きますよ。第1回、闇鍋パーティー開催です。今回もまた変な夕飯食べさせられるのか。な、何これ。ビア鍋の色まで闇色なんですが。食べて大丈夫なのかしら。何か口に入ったけどこれは何かしら。食べたものは私がお教えいたします。誰も鍋に入れない食材、ニンニクです。お嬢、第5回でニンニク出したのに。なんてもの入れてんのよ。食べられるものですが。これは食材かもしれないけど私のこと考慮してよ。このメイド数日で記憶なくなるんかな。また何か口に入ったけどこれは何かしら。これしかないわね。洗濯バサミです。では、とんでもないな、中身。なんで食えないものを入れるのよ。闇鍋って何でもありですが。確かにある程度何でもぶち込んでもいいけど。闇鍋の範囲広すぎでしょ。またまた何か口に入ったけどこれは何かしら。うん、どうしましょうか。まあどれでも鋭いツッコミがきそうだけど、しめじ選べば今更まともみたいな。歯磨き粉です。食い物じゃないでしょ。歯磨き粉食べてみてどうです。なんかすごいスースーするわ。いろいろな意味ですやな。これ食事の後でいいのよ。食事中にスースーさせないでよ。食えたもんじゃなかったわね。さあお嬢様のお言葉は。ひどいわ。今回もしょっぱなひどいねー。また出てきたら定期的にやりたいですね。なんでそんな颯爽とした表情で言えるんだろう。不思議だわ。とりあえず本日の夕飯を準備しなければならないので
てもらいますよ。お礼、この呼び方やめてもらえません。うぶ主の立ち位置、今のところそれぐらいしかないなぁと思いまして、このシリーズ投稿してるの私なんだから結構重要な立ち位置にいるでしょ。寝たわよ。思うんだけど、レミリアってなんでレミリアって名前なんだろ。お嬢様の名字はスカーレットではないのですが、間違えただけです。では決定です。なんでや。早くコアにたどり着くのはいいのですが、できることなら超えてほしいですね。成長が見られないです。ほぼほぼ一気見てる感じしますけどね。じゃあ用済みです。扱いヒット。またランク S を攻めてみますか。エリート。特上寿司。あ。第4回ですでに出てますね。しかもこれ選択肢ない食材でした。だとしたらこの日カットで次の日に行っとかないんですか。視聴者様飽きるじゃない。ちょっとは考えなさい。見たいけどこれ思ったんだけどさ、マウスクリックするなら別にどんな手段でもいいわけでしょ。グリーンゾーン離れないでもろて。まあ連打するとか卑怯な手を使わないのであれば、じゃあ2つぐらいボタンがあってもいいと思わない。ずっと左クリックだけじゃ無理があるって。まあ確かにハイスコアに及んでないってことはそういうことなのかもしれませんね。なんかハイスコア命やなこのメイド。まあまた発電所をプレイするときだったらなんか工夫してみてはいかがです。だね、また来たらそうしてみるわ。さて、このスナイパー、うまくやればすごい稼げるので頑張ります。前回全く逆の結果を返してきてたんですが、ハイスコア要求してきてるからずっと頑張ってるんですけどね。頑張るのは結構なことですが、よく勝ちすぎて1点も狙えないようじゃ本末転倒ですよ。20倍にすればそこそこな金額になるでしょ。100点の的に当ててもらわないと困りますよ。なんでこうなるのよ。的が悪いよ。セクやろ。もう少し謙虚にプレイできないんですかね。ハイスコア出してほしいのかお金欲しいのかどっちやねん。ハイスコア目指して金もらえないなら少しでも収益があった方がいいわ。やっぱそうだよねー。いやー少し腕上げないとダメだね。これさて、ネームプレートはまあ安定だね。お嬢様の名字はスカーレットではないのですが、間違えただけです。レミリアでもミレリアでもないですが。わかっとるわ。間違えてるから言及されましたね。ニヤニヤしてていいの。お金稼げてないけど。何やってんのよ。稼ぎなさいよ。何なんだこのメイド。さて、とはいえ2000円集まりましたね。まあ S ランクは買えなくとも何かは買えるでしょう。てかさ、レミリアに夕飯出すだけなんだったらもう毎日水だけでいいんじゃない。うつ主、あなただけはまともでいてちょうだい。で、今日は結局何を買うの。足りないならもうちょっと稼ぐけど。リアクションローを見ながら悩んでるんですよね。S ランク狙うならもうちょっと稼いでもらいますが、S ランク買っても未登場の食材が出てくるとも限りませんし、それにあまり本日に動画時間を割くわけにもいきませんし、かといって別カテゴリを開拓しすぎると後々苦労することにもなりますし、難しいんですよね。別カテゴリを選んだのって別に今に始まったことじゃないし、このシリーズは普通にカット使ってるから大した問題にはならないでしょ。そうですか。まあそろそろお嬢様のマスクたびれるでしょうから、別カテゴリで本日は済ませましょう。あら、これ一品料理コースやな。こんな感じで出す食材は一品料理でも高級品ですよ。めったくに考えなめないけどね。とりあえずちくわです。魚、魚、サッカーな、聞いたことあるな。ちくわ？やっぱダイレクトやん。これ夕飯。状況理解に苦しむわ。こんなん。はい、何その朗らかな返事は。いつも堂々としてるよな。っていうかなんでテーブル2時間置きなのよ。レミリアも気になっとるわ。せめて皿に乗っけるとか。うん、ちくわね。さあお嬢様のお言葉は、うん、ノーコメントってやつだわ。さあ今日も餌の時間がやってまいりました。今週は何だと思ってんだ。まあとりあえずまずは稼いでもらいますよ。はいはい、いつも通りですね。まあ、うつ主は ATM ですから、紙幣をお受け取りください。せめよ、誰が ATM じゃ。しょぼいわね。700円で何が買えるってのよ。まともなコンビニ弁当ぐらいは買えるわ。いずれにしても少なすぎるのでもう一度です。ま、こんなところですかね。にしてもまあ1食2500円とは値上げもいいとこですよ。まあカテゴリ名の割に高いのは結局お嬢様が食すための高級品だからですよ。なんかあれだね、なかなか週末の金額って届かないね。週末は本当合ってる食材ですから、終盤で開拓したいですね。と、特上寿司なので売ります。これちょっと時間が出てきましたね。うわ、思い出したくないのが。今回は鳥の香草焼きですね。リアクション量によれば1番目のお嬢様が全て当てている選択肢をまだ見ていないので、そちらでこれはコンプリートになりますかね。お、この香ばしい匂い、香草焼きね。これ大好きよ。早速いただいちゃうわ。美味しい。皮が
リッと焼けてて食感は抜群。それでいて焦げてるわけでもなく皮の旨味がしっかり残っているわ。そしてこの鶏肉のジューシーなこと、噛めば噛むほど肉汁が、旨味が、どんどん溢れ出すわ。さらにこの封じ込められた香草の香り、そして旨味、ハーブやスパイスたちが鶏の旨味をさらに引き立てているわ。そうね、これはバジル、パセリ、それからオレガノ、マジョラムも入ってるかしら。それからこれはローズマリーね。タイムもあるかしら。どうかしら、昨夜当たってる。3回目のスパイス当てチャレンジでついにお嬢様正解です。毎回同じはずなんだけどね。さすがですわお嬢様。あら、当たってた。私の舌もまんざらしてたもんじゃないわね。これも昨夜の作る美味しい料理をいつも食べてるお金かしらね。お嬢様のためにいつも美味しいお料理をご用意していますよ。うっそっけー、また美味しいのを頼むわ。さあお嬢様のお言葉は。さすがは昨夜ね。かわいそうに見えてきたわ。よし、一日まともな食事させたからもうリアクションだけ求めればいいか。もう撮影始まってますが。あ、何撮ってんのよ。そんなダメなものなのか。とりあえずあのシーンカットしておいてください。はい、やっときます。さて、じゃあ本日の夕飯用意しないとなのでいつも通りです。にしてもまあ、自分が考えた企画シリーズでこんなに重労働させられるとは思ってなかったわ。まあ、仕事があるということを承知の上で始めてるわけですから、それはもう主が悪いですよ。なんなら昨夜が働いてるってことにもできるんですけどね。何言ってるんですか。私お嬢様にお料理出して楽しんでるじゃないですか。これ以上に何しろって言うんですか。根本的に腐った考えを捨ててまともなメイドとして構成してほしいんですけどね。至ってまともです。さて、またハイスコアじゃないですね。相変わらずハイスコア求めてくるな。惜しくも2000円に届いていないんですが、まあ別カテゴリーで何か買えるかもしれないので買えそうだったら本日はそれで済ませましょうか。まあ確かにいつものカテゴリーは買えないけど別カテゴリーなら何かは買えるね。そうですね。たまにはこってり系いきますか。こってり系？揚げ物ってこと？そういうことです。1700円、今の所持金でしたら購入できますね。メンチカツ、まともな食べ物出ましたね。まあ、あとは選択肢次第ですね。ああ、変な食べ物もそうだけどいい食べ物でも良い夕飯になるとは限らないんだよな。どうなんか最後までわからない。だから楽しいんじゃないですか。楽しんでるのあなただけですよ。まあ静かな食事より楽しい食事の方がいいと思いません。あなたが何かすると楽しいというよりヤバい食事になるんですが。まあとりあえず本日はメンチカツです。いいですね。おお、メンチカツだわ。お肉と揚げ物の両得ね。早速食べちゃうわ。おっと、食事のマナーというものがありますから、まずはそれをしてからですね。今から感あるけど、いただきますをしましょう。そうね。一応礼儀にのっとりましょうか。いつもほとんどしてないのに今日は目ざといわね。何秒も同じこと思ったか。いただきます。もぐもぐ。おいしいわ。衣はサクサクでお肉はジューシーだわ。ソースがいい味を出してるわね。ハンバーグのジューシーさに衣の食感が加わって。通常ハンバーグにはあまりかけない系統のソースで味わう。やっぱり美味しいわね。さあお嬢様のお言葉は。さすがは昨夜ね。今回もまともでよかったです。ギリギリの買って無駄遣いするからでしょ。じゃあ何よ、お嬢様には高級品じゃなくてそのあたりのゴミ食わせとけっていうの。そこまで言うとらんわ。まあ節約すれば確かに長持ちしますが、いつも通りで行きます。毎日強制労働させられるこっちの身にもなってほしいわ。とりあえず音のない音ゲーなので今回は大丈夫です。本当は音ゲーなのに音なしでやるってあり？まあ音ありでもビートが流れるだけなので大して変わりないんですが。それでもタイミングゲーだよ。まあ音ゲーは練習あるのみですから、あとは譜面を覚えることですね。未だにこれ完走できてないんですよ。間が空くので調子のいい時はすぐ終わっちゃうんですよね。ちょっと、この数字は何よ。え？何？文句ある？あるわー。まったく、毎日働くの嫌なんだったらもっと稼ぎなさいよ。そうすれば楽できるでしょうが。あ、そこそこ稼いだってほぼ
がぶつかわれて翌日にはまた働かされるし、そんなに稼げなかったら食材買えるようになるまで何度でも働かされるし、頑張って稼ごうとしても内容が内容だし、操作方法が操作方法だからろくに稼げないし、もっと稼いで楽になれるんだったらもっと稼いでるよ、楽して稼げたら今頃もっと楽してるわ、そうじゃないから死に物狂いで毎日汗水垂らして頑張って働いて稼いでるんでしょ。あ、はいはい、わかったわ、弱かったから。いやー、一つ報告なんですけどね。え？あ、うん、なんですか？私アンドロイドに変えたんですよ。なのでこのゲーム実機に入れて遊べるんですけどね。アンドロイドの現行バージョンなら画面録画も対応してるから、もしかしたら実機でやった方がやりやすいのかな、とか思い始めてます。でもデータは引き継げませんし、解像度もスマホの解像度に落ちちゃいますよ。これは PC なので 4K ですが。まあ 4K にしててもアプリ側にも限界がありますから、スッキリとは映らないんですけどね。じゃあ 4K にしてる意味あんまりないじゃないですか。私たちの立ち絵だって 4K ではないですし、拡大ですし。字幕はくっきりですが、逆に言えばそれだけですよ。まあ、ベレリアの顔がよりよく見えるならそれでいいんじゃない？あ、まあそれもそうですね。さて、稼げてますか？いや、レインですね。得点取ってくれません。ねえ、文句ある？もう、しかないわ。でもさ、何も得られなかったわけじゃないじゃん。借金じゃないわ。で、何を得られたっていうのかしら？ショット経験です。金が欲しいなの、金。で、それやばい人に見えるからそれやめない？神経衰弱は最高金額取れるのでこれで我慢してください。なるほど、まあいいです。ほんと、世の中金の考えだな。この名誉。あ、はい。もうあまり期待しないでおきますね。わかったわかった。じゃあ今回は得点重視でいってみるから。よし、まずは150点です。まさか得点の中狙ったから、もうあとはいつも通り倍率プレイしようとか考えてませんよね。そんなわけないでしょ。ある程度倍率上げて得点取りますよ。まあ、全くもらえないよりはいいですよね。よく考えたら1点も稼げないって普通にありえないわ。ギリギリ1000円は超えましたよ。ま、スナイパーでレインだったので今回は良しとします。さて、一応皿洗いとも合わせて稼いだ金額で何か買えるかな。ランク S では特上寿司がフェスになる傾向があるので注意ですね。皮が外れてキープでしょ。特上なのに、と、鳥の高層焼きが出てしまいました。こちらはもうコンプリートしているんですよね。闇鍋が新しく出たけど、残りの S ランクって何なんだろうね。期待が膨らむ反面、早く出てほしいってのもありますよね。おや、発電所来ましたね。あら、ほんとですね。少し工夫してみますか。だね、せっかくならやってみますか。さて、調整してきました。じゃあ行きますか。うわはや、やはりボタン数増えると違いますね。これさ、グリーンゾーンに届いた後ならいいんだけど、差が出るのはスタートダッシュのところだろうね。いかに早くグリーンゾーンに着けるか、ですか。まあ、その後はグリーンゾーンに合わせればいいだけですからね。はい、ハイスコア到達ですよ。どうです？お見事です。じゃあ何か買いましょうか。てかほんと久しぶりにハイスコア出したけど、逆に言えば何か工夫しないとハイスコア取れないってことじゃん。まあ、そういうものです。成長しなければその先にはいけません。というわけで、何も考えず S ランクをしたら熱々おでん来ました。最近お嬢様からの優遇が乏しいのでここは一つ勝つ入れますか。なんかやばいことしようとしてるわ。この夕飯のシナリオなんだったっけ？じゃあ、熱々おでん、参りましょうか。あら、今日はおでんなの？いいわねー。なんか思い出してきたかもしれないわ。ザ・ワールド。いやー、まさか2回目があるとは。ま、メイドたるもの投手に不満はつきものですからね。あ、なにこれ。腕が縛られてるわ。さて、あなた時間まで止めて一体何を。さて、じゃあ始めますか。主従関係どうなってんだろ。お嬢様、お覚悟を。ま、まさかその熱々のおでんを私に。落ち着いて、昨夜。待ちなさい、要求は何。まあ前回同様リアクションを求めてもいいんですが、リアクション求めるとほんとそれだけになっちゃうので、要求出してみますか。昨夜の要求をレミリアが飲めばおでん拷問は免除するの。まあ内容によりますが、少しでもダメならリアクションさせます。重要と休暇です。不安な要求だったわ。わかったわ。お給金 1.1 倍と明日のお休みでどう。最低限すぎないですかね。あっさあ。さあお嬢様のお言葉は、ひどいわ。まあやり方はもうちょっとあっただろうね。あの、昨日の件で補足なんですが。はい、なんでしょう。私休暇なしの賃金レインなので 1.1 倍されても 0×1.1 でレイなので結局リアクション確定なんですよ。レミリアもレミリアでやべえな。まあそういうことなので、こういうのでうつ主には稼いでもらいます。
私賃金ないので夕飯代すら用意できないんですよ。わかります？裏を聞くと昨夜も昨夜でかわいそうに見えてきたわ。しれっと最後間違えましたよね。ハイスコアには届いたんで、ラッキーならたまたま超えられた的な。まあ、いいでしょう。とりあえずもう一回ぐらい稼いでおきますか。一回仕事するだけで稼げなくなったのはちょっと辛いね。まあ、別に今に始まったことじゃないですから。さて、スナイパーですね。せめてさっきの作戦でやっていただければギリギリ合格といたしますので。って思ったんですが、だいぶ無駄弾撃ってますね。まああれは検証みたいなもんだし。なんでよかったやり方をやめちゃうんですかね。最後せめて一つ当てておきましょう。あ、まあ確かに稼げてればよしと言ったので今回もいいとしておきますか。3000円の大当たりなんかたまにしか来ないから大当たりなんだと思うけどね。特上値なのでやり直しです。頑張って稼いだお金を一瞬で無駄にされる人の気持ちわかります？やっぱり頑張っても1000円ってとこだね。と、うぷ主、このあたりでちょっと思ったんですが、うぷ主確か節約しろと昨日言ってましたね。賃金事情の話をしたらちょっとはお金の考え方を改めなければならないかなと思いましたので、本日は初心に帰って C ランク攻めますか。昨夜急に怖いわ。どうした？やった。いい雰囲気作ったのにぶち壊してどうすんのよ。嫌に合わないなって。黙らっしゃい。とりあえずリアクションのコンプリートをしていない C ランク品を選択肢の分だけ購入してみてみることにします。ガッツリすごい買うね。万能ですから。おっと、107円になってしまったので買えなくなってしまいましたね。とりあえずこんなものでいいでしょう。え？まだご飯できてないの？懐かしの第1回でも私確か似たようなこと言ってましたね。今日はこれだけです。え？うちの館はそこまで困窮してたっけ？さあお嬢様のお言葉は。全然足りないわよ。水だけだもんな。週末です。本日も C ランク品コンプリートでいきましょう。カップ麺ね。え？ノーカップ麺なの？懐かしの第1回ではお嬢様の衝動買いが原因でカップ麺になったストーリーでしたね。ああ、そんな感じだったっけ。財政が厳しくてですね。だいぶ深刻ね。せめてもうちょいまともなものを食べたいわ。っていうか何が原因なの？今回は修繕費ですね。まあよくかかるので、こちらも。財政なんで夕飯がカップ麺になるほど館ぶっ壊れてるんだ。修繕費です。そこは正直思い当たる節があるわ。不安も壁壊しまくるし。何の音かしら？なんか半年で言われたりしてるという音するんだけど。うわうわ、すごい。あっという間にお姉様の部屋だ。ねえ、何やってんの？お姉様こそ何やってるの？驚いてんのよ。てか、なんで壁壊してくるわけ？ショートカットだよお姉様。移動は時短が大事。初とかできるところは使うべきでしょ。やさかが入り組んでるからって壁壊して直線ルートで来ないでちょうだい。てかしずる気がす。ダメなんだ。マリサもいろいろ壊してくし。わっちゃん、何やった？フランがまた暴れてるのかしら？よ、バッチリ、また来たぜ。マリサ？てか、なんで窓ガラス割って入ってくるわけ？いや、私専用の入り口あそこだしな。今やってないでしょ。何回あの窓修理してると思ってるわけ。ちゃんとした入り口があるんだからそこから入ってきなさいよ。真正面から行くと中国人がいて入れねえんだよ。てか、仮に無理やり通ってもナイフのメイドが通すわけないしな。まあ、そらだってマリサは部外者だもの。でもパチュリーに会いたいからな。どうしても来たくなるんだよな。え？私に会いたい？いやー、パチュリーのとこ結構興味引く方が多いから毎回毎回助かるんだよな。しかも無料で借りられるし、そりゃもう来るしかないだろ。ってわけで、じゃあさ本借りて帰るぜー。あ、本ね。ん？本？やっぱ本じゃない。借りるとか言って返してくれないんだから貸さないわよ。待ちなさい。電気が起きないのかしら？これ。とりあえずいただくわね。笑いはないわね。割とカップ麺美味しいんですよね。わら。さあお嬢様のお言葉は、うん、美味しくても微妙です。といったところで本日はこの辺りにいたしましょうか。はい。というわけでもしよろしければチャンネル登録や高評価お待ちしております。わら、それではまた次回の動画でお会いしましょう。
がとうございました。